演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちなミニストップのパフェや冷たくて美味しそうな飲み物をいろいろ買ってきました。ミニストップは2円というより自分の住んでる県にお店がないのでなかなか行けないのですが、こういう機会にぜひということでちょっと鍋は食べていきたいと思います。ちなではまずこちらのいちごミルクからいただきます。あー冷たくて美味しそう。ザクザクいちごミルクは普通のいちごミルクとはまた違ったザクザクとした食感のある氷いちごがとっても美味しかったですね。それがうまい具合にミルクに溶けていました。というわけでまずそちらはこちらの点数とさせていただきます。そして2つに食べたマンゴーパフェと3つに食べたプリンパフェ、どちらもマンゴーの味、プリンの味がしっかりソフトクリームと絡んでとっても美味しかったです。ただ自分的にはマンゴーの方がより上でしたので、マンゴーをこちら、プリンをこちらとさせていただきます。プリンの辛めのね、そしてハロハロ、これはかき氷の上にソフトクリームが乗っているんですね。自分が食べたのは多分ライチだと思います。ハロハロの点数は残る4つを食べてから改めてつけたいと思います。ではこちら残るハロハロを、どうぞ。すみませんね。すみません、すでにスプーンを食べていきたいと思います。いただきます。ハロハロは下にかき氷があり、そこに果肉が入っていて上ソフトクリームがかかっているデザートなんですね。これは暑い時にぴったりです。でそれぞれの果肉によって味が決まってますね。最初に食べたのは多分ソルティライチですね。ちょっと苦味があって甘いのを期待して食べるとうーんな部分もありますが、甘いの苦手という方にはいいかもしれませんね。自分は甘いのを期待してしまったのでこちらの点数とさせていただきます。その次はちょっとみずみずしかった黄桃、いや白桃だったな。ふと温州みかん、そしてあれなんだっけ、そうだラムネ味だ。ラムネ味はいろんなフルーツが入っていてとっても美味しかったですし、みかんもみかんの甘酸っぱさが口の中でじわっと広がりました。黄桃はみずみずしく、その水の果肉がクワチの中でぶわっと広がったです。でこれらはすべてこちらの点数とさせていただきます。そして最後に食べたいちご、やっぱりこれが一番美味しかったですね。まあ最後に食べたからちょっとひいき目に見てるっていうのも自分の中では無意識のうちにやってるのかもしれませんが、いちごがやっぱり甘酸っぱくて最初のいちごミルクとはまた違った美味しさがありましたので、こちらの点数とさせていただきます。ミニストップ本当うちの県にもできたらいいのにと本当に思ってしまいます。というわけで本日もご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。